今ね、僕ね、めちゃめちゃね、ドラマ見てるんですよ。多分今、6本ぐらい見てるのかな、毎週。僕たちがやりました、カホゴのカホコ、テシルの目論み、黒川の手帳、うちの夫は仕事ができない、ごめん、愛してる、愛してたって秘密はあるということで、今ね、7本見てますね、ドラマ。皆さんもね、ドラマっ子になりましょう。こんにちは、はい、始まりました。しっとりございます。今回の動画はですね、今ね、撮影日時が月曜日なんですよ。なので今ね、学校から帰ってきて、帰ってきた瞬間にカメラのね、録画ボタンを押してね、今動画撮ってます。なので今回ね、ちょっと学校帰ってきてね、疲れてるんで、ゆるーくね、動画撮っていこうかなって思います。前に買ってたものがあって、ちょっとね、ずっとね、開けるの忘れてたんで、それね、開封していこうかなって思います。それがこちら!おいしょー。これちょっと買いすぎたな、マジで。ビレバンに売ってたね、不幸袋っていう福袋をね、全部買ってきました。これこの前ね、映画を見に行ったんですよ、友達と。映画の帰りにビレバンにふってね、寄ったんですよ。そしたら、店の真ん前にこれがね、置いてあったんですよ。本当は1個だけ買って、サブちゃん用にね、買おうかなって思ってたんですよ。そしたらね、残り5個売ってたんですよ。全部買ってしまいました。俺毎年ね、ビレバンの福袋ね、正月ね、必ず買うんですよ。今年も買って、この動画に出したんですよ。そしたらね、中身が本当にね、使えないもんしか入ってないんですよ。ビレバンの福袋って中身はね、多分一個一個違うんすよね。重さが全部違うんで、まあ、被らないだけマシかなって思いますね。じゃあ早速ね、どんなね中身が入ってるかね気になるんでね、早速ね開封していこうかなって思いますね。ちょっとね、量が5個ぐらいあるんで、パッパパッパね開封していこうかなって思います。じゃあ1個目、本当にね、何が入ってるかね、全く想像がね、つきません。記念すべきね、1個目取り出します。こちら!ちょ待って!いいやん!はい、1個目はですね、なんか、めちゃめちゃヴィンテージの効いた匂いがする、財布がね、出てきました。安っぽくないこれ。めっちゃしっかりしてる。今回これ1個目からめっちゃいいぞ。まだね、中にあと3つぐらい入ってますね。一気にいきます。どうしよう!あー、そんな感じか。同じステッカー4枚。よくわからんライトに行こう。極めつけはね、ボロボロのね、ブリッコちゃん。残りはね、ちょっとね、最悪だったんですけれども、財布が1000円ぐらいはいってると思う、普通に。あー、いい匂い。じゃあ2個目いきます。デカそうなやつ1回取り出すわ。せーの、ドン。くそー、やられた。同じブランドの色違いの財布きた。結構不幸袋期待してたのにさ、中身全然変わらんやん。あ、でもニット帽出てきた。生地のいいね、ニット帽がね出てきました。次ね、財布が出てきたらもう完全にこれ在庫処分っていう感じですね。じゃあ3つ目いきます。見ていきます。やらかしピーポーやー。はい、次はね、黒色のね、財布が来ました。ちょっと、同じものしか入ってへんって、これ。うわー。これ1個目の中身と全く一緒。ステッカーとブリッコちゃんと、手3つ。くそー!はい、4つ目行きましょう。じゃあ行きましょう。で、4つ目ね、中身見ていきます。もう感触だけでわかる。おぉ。4つ目の財布は水玉でした。最初のね、1個目の開封の時は、よっしゃ、財布来たっていう感じやったけど、もう今当たり前のように来るやん、財布。泣いていい?多分これね、中身も一緒。じゃあ5個目開封します。じゃあラストね、5個目のね、福袋のね、中身ね、見ていきます。はい。合計5個の財布。で、中身は、在庫処分です。